川田トレーナーにありがちなこと、に対する視聴者の反応集。川田トレーナーにありがちなこと。トレーナーの顔で馬娘の状態を見極める一派が存在する。いつ見てもダノンプレミアムの安田で笑う。なんでこんなに機嫌良さそうなんだ。ケツの熱そうなトレーナーだな。顔の怖さと評判でトレセン学園生徒からは恐れられてるけど、担当馬娘は意外と老金だと知ってそう。20期生揃って TDL じゃなくてスイーツ食い倒れ言った話好き。担当をお嬢さんと呼ぶ渋かっこいいトレーナーは馬娘世界ではかなり劇物なのでは？夕方ってなんかの番組で、馬は言うこと聞かせるために自分の支配下に置くようにする、みたいなこと言ってたから。馬世界だと爆弾発言やね。停止感パクぶりたいのに家事とかめっちゃやるタイプなことを暴露されてイメージが壊れる、って困ってた男だ。きっと馬娘世界ならスパルタ標榜して担当を厳選しておきながら実際は手厚いタイプだ。男兄弟だったから娘さんに対してどう接すればいいのかわからない時があるらしくて微笑ましかった。チーム川田のメンバー誰だろ。リバティとハープは確定として多分ラブズオンリーユーとレイパパレ、アートハウス、チューアウィザードとクリソベリル、ファインニードルとかあたりかな。こう見ると牝馬ばっかじゃねえか。お抱えのダノン軍団の皆さん。ダノキ、自分はつくえさんの会なのでちょっと。師匠、帝王トレーナー。とともに、やっと G1 のタイトルを取ることができて、本当に嬉しく思います。ダノンクラブの先生からもたくさん教えを任せていただきながら、何より先生に迷惑ばかりかけてきましたので、涙で声を詰まらせて、それが一番嬉しく思います。これだけトレーナーが入れ込んでるから机のとこにはやらんさ、少なくともクラシック期では。あとその時期北村トレーナーはクロノジェネシスとイチャイチャしてるし。観客、あのトレーナー泣くんだ。感動、きっと、あのトレーナー泣くんだ、驚愕。顔が怖いけどかっこいい。ちゃんと指導力がある。オフは普通にはしゃいだりみんなで楽しんでる。遠征もさせてくれる。あの子って呼んだりお嬢さんって呼んでくれる。馬娘の勝利に真剣に向き合ってくれる。劇物トレーナーだろこんなん。みんなからは怖い人だと思われてるけど私だけは優しさを知ってるんだから、という馬娘を量産してそう。普段はこの世の全てに不満がありそうな顔してるから余計にギャップが。アメリカ遠征時に自分の決めポーズであるハートマークをトレーナーもしてきて、ちょっと面食らうラブズはいる。エピソード的にはラブズが、私が勝ったらトレーナーもハートマーク作ってくれますよね、って無理を言ってやらせてるイメージもある。川田トレーナーを堅物だと思ってた馬娘世界のファン、ラブズと川田のハートジェスチャーで度肝抜かれてそう。川田トレーナーの秘密その1。キャンプ道具にはしゃいで家の中で広げて怒られたことがある。川田トレーナーの秘密その2。おでんの具材はダントツで大根が好き。お手馬じゃないけどドバイ買った後子供と奥さん抱きしめながら花火見てる川田家のちょっと後ろにいるウシュバテソーロが見たい。やれやれ、邪魔者はさっさと退散しますか、とか言って相関がすごい。親子二代でくっそ重くなりそうなアートハウス。昔担当していた彼女のお母さんをオークスに勝たせるどころか出馬させられなかったから、責任を取ってその娘をオークスで勝たせたかったっていう時点で重いのに、勝てなかった上に勝った子は桜花賞でトレーニングを手伝って勝利に導いた子。重てえ。厳格で男らしいトレーナーだと思ってた川田トレが福永トレの引退式で号泣して頭とか撫でられてるの見てくる馬娘いるだろ。デジタンじゃなくてもこんなの見せられたらいろんなものが爆発するわ。性格が実直すぎるせいで感情捨てようとしても捨てきれてないの好き。考えれば考えるほど年頃の娘と組ませたらいけない劇物トレで笑う。目元鈴や家系のイケメンで熱血感で愛想悪いから、私はあの人の本当の姿を知ってるんだから、手なりやすくてオフの姿はお茶目で担当に真摯な有能トレだぞ。でもクラッと来てしまった担当ちゃん最大の敵は福永トレ藤岡トレだと思う。酔っ払った時に藤岡兄に甘えてたとか聞いてちょっとふふ、なんでもないです。片や父であり兄であり弟であり家族な先輩。片や名前で初めて呼んでくれたことを延々とこすり続け、ファンイベントで挙式した同期。なんやこれ、なんやこれ。何って、ファンイベント、藤岡兄 G1 制覇記念の。川田、昔は同期に対してライバル心むき出しでギスギスしていた時期もあったけど、今となっては活躍が素直に嬉しい。まあ、俺とユウスケはギスギスしたことはなかったけどな。俺とユウスケは、
川田トレウマスタで福永トレの匂わせしまくってるしトレジュが大変なことになってそう。雄一さんが歩んだ27年間のトレーナー人生のうち、20年弱という長い時間を一番近くで見させていただきました。後ろからこっそり眺めていたわけですが、その背中から学ぶことは本当に多く、雄一さんに出会えて人生が豊かになったと心の底から思っています。そもそも川田さんみたいな見た目がちょっとちみっこいだけでめちゃくちゃ顔も体つきも雰囲気も堅気じゃない人が、たくさんの個性派馬娘引き連れてる絵面想像するだけで面白い。ちなみに昔は週一で美容院に行くくらいチャラかったことを知ってる馬娘は少ない。